ソウのことは、女房のおん妻夫は、糸老竹に懐かしく、母君のおん気配加わりて、湯の根深く、いみじくすみて聞こえつるを、このおん手遣いは、また、様変わりて、いるるかに面白く、聞く人ただならず、すずろわしきまで愛行づき、りんの手など、すべてさらに、糸角あるおんことのねなり、帰り声に皆調べかえ、かえ、あの、変わりて、理知の書き合わせども、懐かしく今めきたるに、金は五下の調べ、余った手の中に、心とどめて必ず引きたもうべき五六の鉢を、糸面白く済まして引きたもう。さらに片方ならず、糸よく済みて聞こゆ。春秋、よろずの者に通える調べにて、通わし渡しつつ引きたもう心しらい、教え聞こえたもう様たがえず、糸よくわきまえたまえるを、糸美しく、重たたしく思い聞こえたもう。そうのことは、先の場合の女房が演奏せられた、その女房の妻夫は、糸老竹に懐かしく、若い女房の演奏ぶりというのは、大層可愛らしくって、で、心に染みて、懐かしくってな、心にこう親しく、染み通ってくるような感じがして、さらに、母君の恩気配加わりて、母君の恩心の様子なども加わって、湯の根深く、湯の根の湯はこう、弦を揺るがして立てる音、あの、音ですね。その湯の根が大変こう深みがあって、いみじくすみて聞こえつるを、その演奏ぶりは大層澄んだ感じがして聞こえたが、この音手遣いは、今紫の上が変わって、そのことを演奏しているわけですが、その紫の上の音手遣いはまた様変わりて、女房の演奏ぶりとは様が変わって、ゆるるかに面白く、やっぱり貫禄があるんですね。ゆったりとして面白く、聞く人ただならず、すずろわしきまで愛行づき。もう気もそぞろになるほどに魅力があって、魅力的で、りんの手など、なんかやっぱり演奏の技術なんでしょうが、りんの手ってのは具体的にどうなのか、わからないですが、その輪の手なんかは、すべてさらに糸角あるおんことのねなり、その演奏ぶりすべてさらに角あるしっかりとした最近の感じられる演奏ぶりである。帰り声に皆調べ変わりて、今までの演奏の量の調べから、ここで律の調べに変わるわけなんですね。その調べの変わった声で、帰り声に、その調べの変わる、なんか、この、合図の声で、みんな調べ変わって、楽器の調べが、律の調べに変わって、律の掛け合わせなども、懐かしく今めきたるに、大変親しい感じがして、近代風に聞こえて、金のことは
五感の調べ、なんかこれも演奏法の5つの技法ですね。それを五感の調べ、君は五感の調べ、あまたの手の中に心留めて必ず引きたもうべき五六の八を意図面白く済まして引きたもう。五六の八、五弦目と六弦目を弾く、その演奏法、それを五六の八というらしい。大層面白く演じ済ましてな お弾きになる。さらに片方ならず、その演奏ぶりは決して未熟ではない、意図よく澄みて聞こえる、その音色が大層澄んで聞こえる。春秋でももちろん結構ですが、春秋、よろずの者に通える調べにて、季節季節によってその演奏の感じが違うという言い方が前に、前回やったところに出てきましたね。その春には春の、秋には秋の演奏の仕方、微妙な演奏の仕方が、よろずの者に通える調べにて、式につけて変わるべきそのものの根が見事に整った調べであって、今春の調べの感じが出ているわけでしょう。かよわし渡しつつ引きたもを心しらい、その季節に応じて演奏なさる心配り、教え聞こえたも様たがえず、教えなさった源氏の君が教えなさった、その教え方に疑うことなく、意図よくわきまえたまえるを、大層よくわきまえて演奏なさっていらっしゃるのを、源氏の君は意図美しく重だたしく思い聞こえたも、大層かわいく、また誇らかにお思いになってお聞きになっていらっしゃる。いい先生が、源氏といういい先生がいるから、この紫の上はじめ演奏者たちがなかなか見事な演奏をするんだということなんですね。六条のお屋敷の女方の演奏ぶりがなかなか見事であるということです。